第19代、センピル卿ウィリアム・フランシス・フォーブス・センピルは、イギリスの貴族。いくつかの記録を打ち立てた、航空戦服者であり、第二次世界大戦前に、日本海軍に秘密情報を流していた裏切り者で、あると後に示された人物である。イートン・カレッジを卒業した後、第1次世界大戦中に、パイロットとしてのキャリアを、イギリス陸軍航空隊で始め、続いて、 イギリス海軍航空隊に報職し、イギリス空軍でも務めた。1921年には日本への軍事、顧問団として、センピル教育団を率いて渡り、イギリスの最新の航空機を紹介した。その後しばらくの間、日本海軍が海軍航空隊を発展させる援助を続けた。しかしながら、1920年代には、センピルは日本への軍事機密の提供を始めた。 彼の活動はイギリスの防御用機関に察知されていたが、スパイ活動の容疑で検挙されることはなく、公的活動の継続を許されていた。政府の上層部が下したこの決断はいくつかの要素に基づくものであった。まず、センピルを検挙すれば、イギリスが日本の通信暗号を解読するのに成功していることを露呈してしまうことになりかねなかった。そして彼はイギリス王室にも、 家族のつながりがあるイギリスの支配階級の一員であった。日本が1941年に太平洋で開戦する直前に秘密資料を提供したことが露見したことで彼は結果的にイギリス海軍から強制的に引退に追い込まれた。センピルはセンピル卿とクレイギーバー巡弾尺の位を1934年に父親のジョン・フォーブスセンピルから引き継ぐまでは マスター・オブ・センピルとして知られていた。センピルは、スコットランド・アバディーンシャーのクレイギーバージョンで生まれ、イートン・カレッジで教育を受けた後、1910年に、ロールス・ロイスで見習いとなった。アイルランドの画家、ジョン・レイバリーの娘、アイリーン・マリオン・レイバリーと1919 19年に結婚し、娘のアンモイランが1920年に生まれた。第一次世界大戦の勃発により、 センピルはイギリス陸軍航空隊に加わり、1914年8月15日に使用機関の少位に任命され、4ヶ月以内に正式に任命された。そうしているうちに、センピルは飛行任務に割り当てられた。翌年2月、中央飛行学校で実験担当官の地位につき、4月に中尉に昇進した。その後4ヶ月以内に大尉の仮階級で、 飛行指揮官に指名された。1915年8月には教育任務を割り当てられた。しかし、イギリス海軍航空隊での一時的な収益を承認されて同年末に陸軍での役職を退任したため、センピルの中央飛行学校での時期は長く続かなかった。センピルの急速な階級昇進は海軍でも続き、1916年末には 飛行中隊指揮官に昇進した。1918年4月1日に陸海軍の航空部隊がイギリス空軍に統合されたため、センピルも空軍に移り、大佐の仮階級でイギリス空軍人事部の副官の一人に任命された。6月にはセンピルの空軍十字章受章が官報で報告された。センピルは空軍省に1918年10月8日まで務め、 その後、軍事省に一時的に転属した。戦争が終結すると、彼はテストパイロットとなり19、1919年に退役した。1930年9月4日に彼は、デハビランド DH-60 モス飛行艇で、ロンドンのブレント貯水チから、スウェーデンのストックホルムまでの1040マイルを12時間ノンストップで飛行するという、新しい記録を打ち立てた。 1936年3月24日には、ブリティッシュエアクラフトドローンという超軽量飛行機で、クロイドン空港からベルリンテンペルホーフ国際空港までの570マイルを11時間で飛行するという記録を打ち立てた。彼は約1日後9時間で飛行して帰ってきたが、この時はケントのカンタベリーを経由した。彼は1920年に、 かつての海軍航空隊の隊員たちで構成された民間のセンピル教育団を率いて日本へ渡った。空軍省と外務省は日英同盟を結んでいた同盟国である日本への兵器売却契約での利益を見込んでいた。彼らは航空母艦の開発を支援し、日本が飛行艇の空軍省フライングボートを3機購入したことを受けて、 日本海軍が新しい航空基地を開設する支援を行った。センピルは日本の関係者からとても尊敬され、1922年から1923年まで日本の内閣総理大臣を務めた加藤智三郎から日本海軍での新時代を隠するような業績に社員を示した個人的な手紙を受け取った。日英同盟が1921年に廃止され、 1923年8月17日に執行すると決まったことにより、センピルは緊密な軍事的関係や海軍航空技術や戦術に関する議論を打ち切らなければならなかった。しかし1923年にイギリスに帰国しても、センピルはロンドンの在英国日本国大使館を通じて日本の外務省と連絡を取り続けた。1925年に、 日本の情報機関は、ブラックバーンアイリスの試作機に関する技術的な秘密情報を入手するように、センピルに依頼した1925年に、センピルはイーストライディング・オブ・ヨークシャーのブラフにあるブラックバーンエアクラフトの工場を外国の空軍士官らの一行と共に訪れた。日本当局者は事前に開発中の航空機に関してセンピルに質問をしていた。センピルは、 彼の公的な立場で当時まだ秘密であったブラックバーンアイリスについて全く同じ質問を行った。軍事情報部はセンピルと日本の情報担当者やロンドン駐在部官の豊田定次郎大佐との通信を日英同盟廃止後の1922年から監視していた。これによりセンピルは日本人に秘密の情報を流しており、豊田の通信によれば それによって報酬を得ていたという事実をつかんだ。保安局は、センピルの電話を盗聴し、センピルの従者が日本海軍の歌手官であったことに気づいた。1926年3月に空軍省はセンピルにギリシャへの航空指導者として任命することを提案した。この時点になり、軍事情報部は外務省とアテネの中ギリシャイギリス大使館に対して、 センピルの過去の活動のためにこの任命を支持できないと伝えた。このためセンピルは外務省に面談のために呼び出された。彼に対するこの尋問は彼のイギリス政府への忠誠と日本人に対する愛着の程度を図り日本人に提供した情報の量を査定することを意図していた。しかしながらこの面談において捜査担当者はイギリスが 日本の暗号を解読しており、日本の通信を傍受しているという事実を明らかにすることができなかった。だが、ロンドンからブラフへの列車での移動の途上、センピルは外国の空軍士官らとアイリスについて率直に話をしていた。このことはイギリス空軍省の公務員によって目撃され、問題が報告された。この情報を突きつけられて、センピルは 公務秘密法に違反していたことを認めることになった。しかし、外務大臣のオースティン・チェンバレンが主催する後の会議において、センピルを訴追することは、イギリス政府の利益とならないと決定された。まず、センピルの父親は、国王ジョージ5世の自重部官であった。公開の裁判は、国王にとっても、イギリスの支配階級にとっても、有ゆ,ゆしき問題であった。そして訴追すれば、 日本の外交用の暗号をイギリス情報機関が解読していることを日本側に露呈してしまうことにもなった。センピルが公務秘密法に違反していたことを認めてから6年後、彼は三菱重工業の技術、事業コンサルタントになった。1932年から1936年まで彼は三菱重工業のヨーロッパにおける代理人を務めていた。 彼はまた王立航空協会の会長そして総裁に就任した。この身分で彼はオーストラリアなど国外の政府に対して海軍航空隊の設立などに助言を行った。1933年10月にセンピルはアメリカ合衆国で三輪式大マクションカーに乗客として乗っている時に事故でひどい怪我を負った。センピルはシカゴバンコク博覧会で 空気力学的な実験車両の審査を行うために航空専門家の立場で招待されていた。しかしニューヨークからヨーロッパへの帰りの LZ127 飛行船に間に合わせるためにアクロンからの飛行機を捕まえようとせかしていたところダイマクションカーが転覆して運転者が死亡することになった。1934年に彼は父親のジョン・フォーブス・センピルから センピル京都クレイギーバー巡弾尺の地位を引き継ぎ、保守貴族として貴族院に議席を占めることになった。彼の航空旅行の多くに伴っていた妻は、1935年7月に亡くなった。センピルには、軍国主義的な右翼体制への親近感があった。1930年代を通じて彼は、極右的な政治見解を持つようになり、イギリスドイツ連盟、ナチス支持のザリンク、 アーチボルドラム勢率いるライトクラブなど、反ユダや主義の組織で活発に活動した。1939年に第二次世界大戦が勃発すると、センピルは海軍本部で航空資材部門の地位を与えられた。これにより彼は最新のイギリス航空機に関する敏感で秘密の情報にアクセスできるようになった。1940年8月2日に公安化は、 三菱商事のロンドン支局長、牧原聡氏をスパイ活動の容疑で検挙した。このことを知り、センピルは電話をかけ、パディントン警察署を訪問して、警察に、牧原は無実であると保証しその人となりを受け合った。数日後の8月5日に、証拠不足ということで釈放された。1941年6月までに法案局は、ロンドンと三菱、そして、 東京の間で、センピルに対して報酬が支払われていることを示唆する情報がやり取りされているのを傍受した。我々のロンドン駐在部下にとってのセンピル協の利用価値を考えれば、報酬を支払い続けるべきであるさらなる調査の末、保安局は、センピルが艦隊航空隊の航空機に関する国費情報を渡していると疑うようになった。この問題は、 法務長官及び控訴局長官に回された。しかしまたも法務長官は訴追に反対した。1941年9月5日に、センピルは第5海軍協徒の会合に出席し、個人的に厳しい警告を受けた。センピルはまた、イギリス政府に関する詳細な情報をおそらく渡していた。1941年8月に、 ニューファンドランド島沖の戦艦プリンス・オブ・ウェールズ艦上でイギリスのウィンストン・チャーチル首相とアメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領が日本の軍事的脅威について議論する会合を持った。その直後にロンドンの日本大使館と東京の間での通信がこの頃に本格的な活動を指定したブレッチリー・パークにある政府暗号学校の暗号解読部隊によって傍受された。 解読された通信文は会議の記録であった。これがチャーチルに渡されると驚いて、極めて正確なものだとした。3ヶ月後、チャーチルの個人的な予定や側近に関する多くの情報が、ロンドンの日本大使館から東京の外務省へ送られているところが傍受された。チャーチルとアンソニー・イーデンは個人的に相談し、こうした情報漏えい源となりうるのは2人だけであると、 結論付けた。それは、マクグラス中佐とセンピル卿であった。1941年10月9日、チャーチルの署名入りメモで、まだ時間があるうちに彼を追い出せと指示した。翌週、海軍本部は、センピルに辞任するよう求め、そうでなければ解任すると告げた。しかし、センピルが公式に抗議し、チャーチルは指示を撤回した。チャーチルは、海軍本部に対して、 センピル卿が任務を辞任すべきかについて、熟考していなかったが、海軍本部以外のどこかに割り当てるべきであると述べた。その後、チャーチルの側近のデスモンド・モートンからの1941年10月17日のメモで、第一海軍卿は、彼にスコットランド北部での職務を提案してほしい。スーイントン卿に対して、保安局が必要な事前の注意ができるように、 通知するようにと指示したと新たな地位を示した。マレー作戦が行われ、日本とイギリスが開戦した6日後の1941年12月13日、センピルの事務所が手入れを受けた。捜索により、3週間以上前に海軍本部に返却されているべき、秘密資料がいくつか発見された。2日後には、センピルが今やイギリスの敵国となった日本大使館に電話を、 していたことが発見された。戦時の退虐罪の証拠があったにもかかわらず、拘束も訴追も命じられなかった。センピルは、公職を引退することに同意した。1956年に、スウェーデン政府は彼に、北極聖書を送った。また、イギリス滑空協会や、上級運転者協会の会長をたびたび務めた。1965年12月30日に亡くなった。 彼の死去により爵位は分割され、ロード・オブ・パーラメントの地位は、女性が継承できるため彼の娘の案が引き継ぎ、順断爵の地位は、センピルの弟のイーワンが引き継いだ。資料保管オフィスがセンピルの戦時中のスパイ活動の、情報記録を1998年に、そして1920年代のものを2002年に、それぞれ公開するまでは、このことは公になっていなかった。 しかし彼の動機は依然として不明確である。イギリス国立公文書館は、1920年代の記録の証拠によれば、日本やファシスト側の窓口としてのセンピルの活動は、敵を助けたいという考えではなく、彼の請求な性格、頑固さ、誤った判断に動かされていたものだとしている。しかし1940年代初期のチャーチルの事務所、法務長官、 高素局長官の間でのやり取りによれば、千ピルは1万3000ポンドに及ぶ負債を抱えていたとされている。ありがとうございます。